子供たちよ、こっちに行きなさいちょうど探してたところじゃどうしたんだ、ピンバーや何かオイラたちに手伝ってほしいことでもあるのかいや、子供たちはリユエコーのために十分手助けをしてくれたこれ以上面倒はかけられんよ 今回はばあやの仲間たちと一緒に子供たちに贈り物を用意したんじゃ。お贈り物はっっ子供たちよまだりゆえに来て間もないというのにもうよ渡たりが上手になったみたいじゃのじゃがこの贈り物は何が何でも受け取っておくれ。 以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いてのまだまだ旅は長いんじゃこのままじゃいかん幸いばあやは年こそ取ったもののまだわずかながらに外形の力を使えるおや まだ行っておらんかったかばあやたちは昔て君から恩恵を受けたことで三眼五眼の力を身に宿しておるんじゃいろいろと能力はあるがその中でも外形の力は小さな世界を創造することができる前に子供たちが入った壺もその力で簡単に作ったものなんじゃ あんなすごいツボなのに簡単にあの世界をなすためには浮世を離れる必要があるそんな大層なものじゃないよく君はその昔山を動かし海を埋めたんじゃそれこそ神業と言えるものじゃろうまあ昔の話はこの辺にしてその贈り物じゃが まだ最後の材料が足りておらんのじゃそうだぞ、オイラたち探し物は得意だからな材料探しなら任せろまあまあ、二人とも、そう急かすでないもうすでに足の速いものに任せてある必要な材料は特別なんじゃ 子供達では探すのがちょっと難しいそれうーん例えば敵下臭の瓦下にある借金の泥とかじゃな以前この泥を取るときはぬりゆりがたくさん咲いている場所を探さないといけなかったそしてぬりゆりの根をたどって掘っていき 運が良ければ借金の泥が一つ紙だけ見つかるじゃが敵下衆があんなことになってからはもう誰もこの方法を使うことができなくなったさらにそれより困難なのが双眼鏡苑から採掘できる水角石じゃ国眼城があそこで採掘を始めてからは それもほとんど見当たらなくなった水角石は貴重なせ物で常人では千人の気に耐えられない長く触れれば体に害をなすじゃろうああ,あの子がそれを見つけられるといいんじゃがティンバーヤは千人だしその子も千人なのかうん。 まあ彼女も仙人と言えなくもないなくもないってなんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだどこに行っても仙人に会えそうだしもしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよなっ ありえるかもしれんのバーヤの仲間たちには属性が好きなものが何にもおるしなバヤただいまおやこの二人は紹介しようこの子はエンヒさっ言ってた子じゃよエンヒこちらは旅人と彼の仲間じゃ知っておるな ああもちろん知ってる洗顔群の記録に詳しく載っていたから以前迎戦儀式の騒動で洗顔群に不審者として指名手配され絶妙の間で洗顔群を撃退しファデュイとも関わり最後はバーヤと共に魔人を撃退七星のおかげで容疑が晴れたとうん実に惜しいそう私に会えなかったことが。 もっと早くに会えていたらその場で容疑を晴らすとまではいかなくても少なくともうんひどい目に遭わずに済んでただろうな改めて自己紹介しよう私は縁費法律家だ法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといいああそうだ私の名刺を連絡方法と職場の住所が載ってる急用ならその住所に手紙を ああそれと初めてのお客さんには割引があってえんひそろそろ本題に入ろう今の2人には法律の助けなんていらないじゃろう子供達やそう驚かないでおくれこの子はいつもこうなんじゃ自分のことを話し出すと止まらない オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような仙人まあそうとも言えるお父様は自分のことを仙人だと言っていたかつて元王帝君と共に戦場に立っていたらしい戦いが終わった後帰郷してお母様と結婚したそうだそれから私が生まれた私が大きくなった後 お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊しているだから私は今バーやと一緒にここで暮らしているんだなんか勝手だな仙人たちって d u ユエコを守るため契約に従ってるんじゃないのかなんで急にそれを放り出して結婚したんだお父様から聞いた話によるとテイ君とはそのことについて話し合いをしたらしい それで、同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚をした時、帝君からのお祝いも受けたという。まあ、そのことについては一旦置いておいて。まあや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。<laughs> けど、水角石だけは、どうしても探す手立てがない。今、双眼鏡園は完全に封鎖されていて、入れそうにない。申請をしようにも、それも通らないだろう。どうやら、 総務はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだそうじゃったかしかし水格石がないとなると面倒じゃなえんひ何か案はあるかのリユエコーを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな分かってるバーやから何回も言われてたし 双眼巨炎から衰覚石を取れなくとも別の方法があるかもしれない <laughs> ちょっと待ってて調べてみるうわすっごく分厚い本だな何が載ってるんだ <laughs> 商業競技鉱石スネージナヤうんうん見つけたこのクロスサルというスネージナヤの商人から 希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていたそこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだスネージナヤに持ち帰って売るらしいよし彼を探してくるもしかしたら水角石もしくはその手がかりを見つけられるかもしれないお前も一緒に来るのかあダメとは言わないが 横で見てているだけにしてくれ安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな法律を理由に警告してくるなんてそんな仙人初めて会ったぞ彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう・・ <noise> ・ ロスサールさん商売はうまくいっているかええエンシさんのおかげで順調です先日は助かりました今日は何の御用で小さな手助けをしたまでだそれよりも少し前にスイカを使ってかんざしを作ると言っていたがそれはどうなったそそのことですかはい確かにスイカを少し仕入れて しししにしましたエンシさんはかんざしにご興味が申し訳ないのですがあの髪飾りは今志功さんという女性に貸していますもしご覧になりたいのであれば少々待っていただく必要が水い石って希少なものなんだろうそんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて壊れたりなくしたりしたらどうするつもりなんだ それは心配いりません。貸し出す時に志向さんと契約を交わしましたのでもし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わりあの水角石が偽物であった場合には私から志向さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。 本物であることへのの絶対の自信10倍の支払いを約束するとは、うん、なかなか肝がある当然ですきちんと両者が安心できるようにしなければそれにこの契約なら私と彼女共に利があり公平ですでは志功さんの居場所はわかるか彼女を訪ねてかんざしを見てみたいええ知っています契約をするときに 住所を書いてもらいましたのでマップに記しておきますね感謝するクロッサルさんでは私たちは志功さんを探しに行こうグッね 一体どうすればあはい志功ですが私に何か突然すまない私たちは志功さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだそのかんざしに興味がある見せてはくれないかそのかんざしは今お見せできませんえっとうっかり なくしてしまいまして。きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこで。このかんざしを借りるため、すでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら私、そんなお金は。私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡炎が封鎖されてからは、商売もうまくいっておらず。 すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、それを準備するために他の功績賞から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると功績賞が一同に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、その、見くびられないためにもある程度の風格を保ちたかったからなのです。 しかし、そのかんざしをなくしてしまっては。はあ、どうしましょう。なんか、よく見る展開になってきたな。え手伝ってくれるのですか冒険者協会にも依頼したのですが、未だ音沙汰なく。ちょっと待った。探すのはまだ。志こさん、契約書を見せてはくれないか契約書ですか 分かりましたずっと持っていたので <laughs> はいこれですどれうんうんそうか園費は法律家だから思考を手伝ってあげられるんじゃないかそれもそうだな、うん、でも両方うまくいく方法はないのかな なるほど契約書は見終わった細かい条件まで明確に記載されている契約にのっとり志功さんは確かに紙飾りの金額を弁償する必要があるなそれに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろうももっとですか あーしこ、今にも気絶しそうな顔してるぞでもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件、うん、周んりくどい言い方だなかんざしはもうなくなってるんだしどうやって死を判別するんだよどう考えてもそのかんざしを見つけるしかだが かんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり医師が本物かどうか調べる必要もなくなるた確かにやはり面倒はかけられませんかんざしをなくしたのは私ですから契約通りに弁償をいくらだろうと払います私の家は商人の一族です契約制止に従わないでどうするといいのでしょう これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありませんクロッサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきますうーん確かにそれも法律にのっとったやり方だしかしその前にかんざしに関する問題が残っている志向さんもう少しお待ちを一番最初にそのかんざしに触れた時どんな感じだったか教えてくれないか 一番最初に触ったときですかえっと、確か、かんざしには鉱石がはめてあって上品な玉石と同じよう、触り心地が良かったです私の家でも玉石は取り扱っているので、見間違えることはありません触り心地がいい、上品な玉石なんでもない、ただ少し再調査すべきことができた ひとまずクロスタルさんのところに戻ろうエンひさんどうしてまたここにおや志功さんまでどうでしたかあのかんざしはなかなかのものだったでしょあの… かざしは…なくしたご冗談をあのかんざしがいくらするのか知ってますよねごめんなさいごめんなさい、うん、本当にごめんなさいちゃんと契約通りに弁償しますので弁償どれだけの手間をかけてあの水格石を仕入れたと思ってるんですかああもういいです これ以上行っても仕方がないちょうどエンさんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう問題ないだがその前に市場に行って調査がしたいそれから一つ質問があるクロスサルさんあのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな当然です正真正銘の水角石で作られたかんざしです 偽物でしたら10倍の額を支払います分かったでは先に市場で調査をするから帰ってきた後に弁償額を見積もろうクロスタルさんここで待っててほしいそれではお願いしますまったくあのかんざしをなくすなんて弁償金はしっかり支払ってもらいますよどうやらお金を集める方法を考えなければなりません さん少し話したいことがここでは言えないのでうんどこか落ち着ける場所で話そう園子さん話とは何でしょうその… 弁償額を伝えるとかですか違う私が言いたいのはあのかんざしにあった鉱石は水格石じゃないかもしれないということだえどういうことだまさかこっそりかんざしを見つけたのか私は冒険者協会の冒険者じゃないから使い走りみたいなことはしない私はただ推測しただけ ばあやから聞いたかは知らないが水角石は地底深くにあるもので濃密な元素力が込められている常人が触れれば体調を崩したり重度の場合には性格にまで影響が出たりする決して手触りがいいなんてものではない志功さんそのかんざしを持っていた間体に不快感はん、ありませんでした何もかも正常で。 ここも不快なところは…うーんそれだとおかしいそれにさっき気づいたけどクロッサルさんの周りには元素の痕跡があった私の推測が正しければ例の水角石は彼が持っているそれなら直接聞き出してやろう目の前で詐欺を暴くぞああそれはいけない 今彼を問いただしても認めないの一点張りで私たちを突っ放ねるに決まってるそしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ彼は契約通り志功さんに弁償させるだろうそうなれば私たちはリーウェイ中を探し回りあのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなるおおまるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな 確かにそういった案件はいくつも見てきたさっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方もっと巧妙な方法はいくらでもあるいつか時間があったら教えようででは園子さんこういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうかもちろん問題ないけどその前に志功さんこの契約に署名を。 えなんでまた契約をなんだか園費は他の人よりも契約にこだわってるみたいだなここまではただのおまけで手伝っていただけここからは正式な依頼の契約引き続き調査を依頼したいならきちんとした契約を行う必要がある契約に縛られない依頼は信用できないわかりました ではお願いしますさん問題ないまずはこの表紙に署名を私もここに署名をしてさらにここに住所をそれと違うページにも署名を5ページ7ページあと最後のページ全て署名してそれからこの主任で母音をこれが契約を交わすってことなのかうん。 ページ数がすごく多いぞこれでよし依頼料は全て契約書に載ってるから確認してほしい全て目を通しました問題ありませんでは2枚ある契約書のうち1枚は志功さんがもう1枚は私が大丈夫だこういうのは一見面倒に見えるがきちんと理解すればそう難しくはない 過去にこういった調査をしたことがないんだろうならばこの機会にちゃんと見ておくといいでもエンシさんどうして私なんかのために私たちも水角石を探してるんだクロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があったもしかすると本当に水角石を手に入れてるのかもしれないまあその水角石を装飾品にしたかはさておき 手がかりななのは間違いないこのまま行けば本当に水角石を見つけられる可能性があるそれに法律を利用して悪事を働く者を私は許せないこの話はここまでにしようまずはえっと鉱石の加工あーあったあったまずは海水溝の石床のところへ行こう。 鉱石の加工に関して彼は専門家だからクロスサルさんが鉱石を加工するとしたら石晶が最良の選択なのは間違いないいらっしゃいませおよエンヒさんじゃないですか 今日はどのような御用でままさかまた誰かが「私のとこでいい石が出ない」なんてことを言っているのではないですよねそのことじゃないここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだクロッサルスネージナヤの商人ああかすかに覚えがあります 鉱石を一つ持ってきてそれを水角石だと言っていました私も初めて水角石を見たので判別することができずそのままそのお客さんの言う通りにしましたよそれに彼は羽振りが良かったので深く考えず要求通りに鉱石を加工しましたなるほどその水角石を加工した時の欠片は残ってないかあります あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんですあちらに置いてありますので見たければどうぞありがとう早速見せてもらう。 この断面と模様水岩石のかけらのようですがはいそう珍しくはない鉱石の一種です値段もあまり高くなく装飾品によく使われています以前聞いたことがあるのですが水岩石は水角石の外装らしいのですまだちゃんと証明されたわけではありませんが 水岩石と水角石って一文字しか違わないな気になるのならそのかけらの元素力を観察してみるといい水岩石は元素のみじんもないただの鉱石だそうなのかじゃあ元素四角で見てみようぜどうだ何か見えたか本当に別物なのかでも 思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて本当にすごいんだなそんなことはありませんただ普段からこういうものと長く付き合っているだけですこの2つの鉱石はすごく似ていて知らない方には判別が難しいのです一文字しか違わないのに市場での価格は天と地ほどの差があります それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう説明はその辺で終わりにしよう今日はそれを調査しに来たんじゃないしかし関少さんは仕方ないとしてどうしてクロッサルさんまで計り知れない行動の裏には計り知れない理由があるそのかけらを持って戻ろう エンヒさんこれは一体もう一度確認させてほしいクロッサルさんが鉱石を持ってきた時確かにこの鉱石を「水角石」と言ったのかはい当時の伝票も残っていますほらちゃんと「水角石の加工」と書かれているでしょそれなら問題ないその伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが。 いいだろうかはい大丈夫ですが一体何をするのですか用事を済ませるためだああそうだこの証明書に署名をこれはこのかけらがクロスタルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ内容をよく読んでくれはい分かりましたそのエンヒさんぶしつけなことをお聞きしますが今回は一体誰が面倒を起こしているのでしょう 面倒とまではいいかないただ小さな問題だありがとう伝票と書類は確かに受け取ったこの証拠があればクロッサルは何も言い返せないだろうねうーんこれだけじゃまだ足りない私たちにはもっと有力な証拠が必要だ装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはずうーん。 装飾品装飾品どこだったかああそうだ清紀さんという方が装飾品職人との仲介をしている彼女のところへ向かおうもう分かったのか一体どんだけ知り合いがいるんだ毎日法律協議に関する依頼が来るからそれに知っての通りリーウエコーは契約の都 つまりここでは法律はとても重要なんだでもあの天ちゃんが定めた法律は複雑すぎてなんというか読んでもわからないし読みきれないといえばわかるだろうかだから法律に関する手助けができる法律家はとても需要がある法律に関する手助けでも法律って難しいんだろ 読んでも分からないし読みきれないならそれは大丈夫現在に至るまでの法典はもう全て暗記してるからす全て法律家として基礎的な知識だそんなに驚くことはない仙人とは関係ないただこういうのが好きなだけだすごいことをさも当然かのように。 さあ聖樹さんのところへ向かおう珍しいものもあるあら栄比さん今日は何をしにここへもしかして以前のお客さんはもう問題ない今回は違う要件できた クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるかクロッサルええ覚えてるわスネージナヤの商人でしょ確かに鉱石を持ってきたことがある水角石と言ったかしら彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから経験豊富な職人を探すのに苦労したわその後やっとのことで作ってもらえたの その依頼はとてても時間がかかってねつい先日終わったばかりだからよく印象に残ってるわなんだか証拠と言えるものはなさそうだな清輝さんもう一度確認させてほしいクロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時ここに預けた鉱石を「水角石」と言ったそれで間違いないかええ間違いないわ。 その紙飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったのだから総務士の規則に従って売る時は総務士で記録する必要があったクロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから代わりに私がやってあげたのちょうど書類の写しがあるわよほら「水格報酬のかんざし」登録された鉱石の種類は確かに水格石総務士の印鑑も押されてある 関さんこの書類を貸してもらえないかいいわよどうせ私には何の役にも立たない書類だからえんさんもしかしてまた誰か面倒ごと大丈夫ちょっとしたことだからこの書類は使い終わったら返すありがとうなんでみんな同じ反応をするんだよし証拠も揃ってきた。 最後にク袋の白術さんのところへ行こうあの首に蛇を巻いてるやつだろ何か用でもあるのか水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないからその最後の証拠を手に入れたらこの件も終われそうだ <noise> ジュエリーは品切れ中だが珍しいものもあるよ <laughs> おやこれは珍しいお客さんですねナナをお探しなら今ちょうど薬草を取りに行っていますそれとエンイさんあなたが来るなんてもっと珍しい。 何か起きましたかまさかまた無知なやからが店の薬に効果がないなんてことを不意調しているのでしょうかいや今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ水角石について知ってるか水角石確か七蔵三景の第六中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三景によれば その鉱石は山中の玉髄に付属し常人が触れると災いが起きるとか元素力を豊富に蓄えていて神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです体調不良になったりひどい時は重い病気にかかったり性格がゆがんだりするとか <laughs> 用事がなければ仏殿には登らないというほどです。 縁日さんがわざわざこのことを聞きに来たということは私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですねその通り白術さんお願いできる書類くらい簡単なことですよしかしあなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました 私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが縁日さんが今していることそのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうかこのことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない書類のことはありがとうまたの機会に礼をさせてほしいどういたしまして気をつけてお帰りください あの白術って人前と同じで変な感じだったな、うん、気をつけてお帰りください白術さんはいつもそうなんだ証拠も集まったしそろそろクロッサルさんのところへ向かおうエンヒさん<あ> 調査はもう済みましたか弁償額の見積もりは終わったのでしょうかああ確かに調査は終わった弁償金の見積も,りもそれは良かったですそれでは見積もりを提示してください契約にのっとりクロスサルさんは志功さんに商品の10倍のモラを支払う必要があるはいえ私が弁償を エンさん何か間違えているのでは間違ってなどいない私の調査とこれらの証拠により志功さんに貸した水格報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明したこの契約には水格石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれているよって志功さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある証拠 何のの証拠があるというのですかエイさん私を陥れようとするのはやめてください私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんですあの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょうその鉱石が偽物である証拠もちろん関係者たちによってその証明はされている旅人私たちが集めた証拠を出してくれ これは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけらそして石灯の証明書だそれはあの石灯ですら水角石か水岩石か分からなかったんですよそんな人がどうやって偽物であることを証明するのですかそれに水岩石はもともと水角石の外装にあるものです水石の加工をして 水岩石の石くずが残るなんて至極当然のことじゃないですかそその説には明確な根拠がありませんでは私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね証拠がないなら話になりませんそうですよねうん一つ目の証拠は役に立たなかったぞ何だか 最初からどう言い返せばいいか分かってたようなこ,この後はどうするんだ法律を語るには証拠をまあ,あ確かにそれにふさわしい証拠がある旅人出してくれふんその書類私の勘ざしが本物だということを証明しているじゃないですかそれに 総務氏の印鑑だって押されてあるかんざしに使っている鉱石はスイカ石ですそんな二つ目の証拠もダメなのかなんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ、うん、確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はあるもちろんです 本物を証証明する証拠がこんなにもあるのですからまあ少し待てまだ最後の証拠を出していない旅人あの決定的証拠を出してくれないかここれは水角石は山中の玉髄に付属し常人が触れると災いが起こる常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。 体調不良や重病そして性格の歪みクロッサルさん水角石の特徴は知ってただろうかそそれは知りませんでした知らなかったああそれもそうかでもそんな危ないものを貸し出すなんてどうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら総務氏もそれを考慮して見逃してくれるんだろう心配しないでほしいクロッサルさん私たちが集めた証拠は後できちんと総務氏に提出するから総務省がこの件を審議する時は悪いが出席してもらうよちょっとま待ってください私は知って知っていたおやクロッサルさん 水角石の特徴を知った上でそれをへいえそのそのかんざしにあるのはそういうものじゃなくじゃない <laughs> じゃないってもしかして水角石じゃないということかう <laughs> んーそれならクロッサルさんは志功さんに商品の10倍のモラを支払うことになるがクロッサルさん返事は わわ私はえいひなんだか突然人が変わったみたいだな認めますそのかんざしにある鉱石は水岩石ですしかし私も運が悪かったんです大金を支払い水角石を仕入れて 髪飾りを作って売ろうとしたんですが水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く夜も眠れず食欲も湧かずそれになんだかずっと焦燥感に駆られてそれで不ぼくろに行って聞いたんですそうしたらこの石は身につけてはいけないものだということが分かったんですしかし それでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですかだから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを本物の水角石は特製の箱に入れてあります触ることさえ恐ろしいのです誰かに見破られるんじゃないかと怖くてひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしましたしかし志功さんに貸した後 それをなくされてしまってそうだぞ本物じゃないなら何で志功にそんな大金を弁償させようとしたんだわ私だってしたくなかったんですしかし水格石を買う時に商売仲間に知られてしまって私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていてもし偽物のかんざしのことがバレたら。 もうこの業界にはいられませんああ身の上話はそこまでそんなことに興味はない契約にのっとり志功さんに10倍のモラを支払ってもらう10倍今にも倒れそうだぞ私は志功さんとの契約によりその賠償金の2割をいただくに2割 あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですかそのそんなに多くは支払わなくて結構ですあの髪飾りにあった水角石が偽物だとしてもクロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし弁償すべきなのは私ですコ行さんあなたはあなた様はでもクロッサルさん その水格石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうかそれでおい子ということでえ、それははい、わかりましたその石のせいで散々な目に遭いましたしエンさん、その水格石は差し上げますこれで報酬は足りるでしょうか契約にはそぐわないけどまあいい、これで足りる 今回はお世話になりましたエンシさんのお時間が空いているときに改めてお礼をしに参りますどういたしましてああ、そうだ、志向さんもう一度確認するけどもうクロスサルさんを許したということでいいんだなえ,えはい、許しましたそう、ならよかったクロスサルさん、私の依頼人は もうこのこのとについいて追及しないそうだそそうですかよかった本当によかったですそれよりもクロッサルさん実はあなたと仕事について相談があなたの設計したかんざしを見て装飾品の設計に優れている方だと気づきました私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて きれいな鉱石もありますもしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができればいい商売になると思うのですがなるほど少し考えさせてくださいよしこれで解決バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったしめでたしめでたし。 そうだなかんざしをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのにまさかこんな書類で解決しちゃうなんてなでも結局かんざしは見つからなかったけど目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる私の依頼人である志功さんの目的は弁償金を削減すること。 リーユを走り回ってかんざしを探すよりそのかんざしに価値がないことを証明する方が早い「仙人」<laughs> 以前の戦いにお前が参加した時バーヤから聞いているだろ今の「リーユエコー」は人間が統治する都仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだだって今の「リーユエコー」では 法律に精通している法律家の方が1000人よりもずっと役に立つから誰かさんがそれを聞いたらどう思うか必要なものも見つかったしばあやのところへ戻ろうきっと待ちくたびれている。 おかえりどうじゃ水角石は見つかったかのよしよしこれで材料はすべて揃ったマヤもう全部揃ってるなら私は帰るよまだ大勢のお客さんが私のことを待ってるああ もう帰っていいよあとのことはこのばあやに任せなさいじゃあ私はこれで旅人私からもらった名刺しっかり持っててよ最近は他国の法律も研究してるもし他の国で法律に関する問題に遭遇したら私を訪ねるといいお得意さんには割引もあるからこのこったら。 もうう戻るんじゃろう戻らないならばあやの代わりに壺の掃除をしておくれあ、うん、行くところだから彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのにまったく一体誰に似たのやらそうじゃのう。 にも変化が訪れておる仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁んはああ見えて仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ今のリーウはもう昔のリーウじゃないからのさあおしゃべりはここまでにして本題に入ろう。 贈り物もまだ作り終わってないからね。あ、楽しみだな。一体何ができるんだろう。あ、ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。あれできたぞ。この人活壺。 子供たちに送ろう落とさないようきちんと持つんじゃよもし割れたらはっ,はっ何が起きるかわからないからのそれとこの設計図壺の中をもっとにぎやかにしたいならこれを使うといいでもばあやこの壺を どううやって使うんだ心配はいらないよもうおチビちゃんをお壺の中に読んでおるこの「人下ツボ」に関することはその子に聞くといいじゃろ <noise> <noise> 壺の中の空間ピンバー屋の壺よりもっと広いぞしかも真ん中に大きな家がでも周りには何もないみたいだな削るもんか剣を持ってるお前が削れよでも家以外周りに何もないのはおかしいなおい見てみろよ なんだあれ。ほぉ。ようやく人が来ましたか。でっかい山柄だ山柄ではありません。私はバの精霊。名前は、名前、名前は何でしたっけ えーっと、思い出せない。まあ、とりあえず、マルと呼んでください。あ、まさか、お前がピンバアヤの言ってた、おちびちゃんなのかピンバーヤ。ああ、ピンのことでしょうか。そうです。私をここに呼んだのは彼女です。 あなたたちのことも聞いていますよ。この道天内のことは全部私に任せてください。あなたたちの旅はまだまだ続くと思いますが、少なくとも安心して眠れる場所ができました。そうですね。道天とは仙人によって作られたものですが、彼らは忙しく道天内の雑務を処理する暇がないのです。ですので仙人は 同点の守護と雑務を処理するために私たち壺の精霊を作り出しました。簡単に説明しますと私はこの同点の執事みたいなものです。そうでした。この同点について簡単にご説明しましょう。設計図は持っていますか綺麗なお家や椅子とかが描かれている設計図のことです。設計図さえ持っていればこの同点を あなたたちの望むがままに立て直すことができます設計図あそうだティンバーヤからツボをもらった時設計図もくれたな早く確認してみようそうそれです設計図に間違いありませんではそれを早速開いてみてくださいまずは 設計図の使用を覚えましょうそれから必要な材料を集め最後に頭の中で思い描くことで設計図の内容が壺の中に反映されるのですそんな簡単に作り出せるもんなのかもしかしたら壺の中に町も作れたりしてまあそれは難しいでしょうね以前金色の目をした仙人から そのことについて聞いたことがあるのです。彼の話によると、同点は千人の外形の力によって生み出されたものですが、千人でも力の限界があるのだとか。つまり、ここは仮初めの空間であり、暇を得たい者が癒しと悠然の時を享受することはできるものの、あくまで仮ですので、現実から完全に離れることはできないのです。 金色の目をした仙人一体誰だ実は私もよく覚えておりませんしかもそれからその仙人とは会えていないのですそんな方よりもう少し周りを散策してみてはどうです同点についてもっと知ってほしいのですもし聞きたいことがあったらいつでもお聞きください woah <laughs> まだ慣れないかと思いますが外形の力で屋敷と家具を揃えていけば心も落ち着くでしょう <笑><笑>まだ慣れん石えを築き新たな家具を置くことは吉日に行うのが得策ですまた今度教えてあげましょう吉祥を見る方法は多種多様ですから